まずは田中選手、本日の試合を振り返っていかがでしょうか。KO で勝ちたかったです。まずそれを思いました。今日の試合もちょっと振り返っていただきたいんですけども、ガードしてたので、ボディはほとんどもう薄りつつという感じで、だいぶ変わった印象を受けたんですけども、本人の評価としてはどんな感じでしょうか。ブロックするとか避けるとかいうこともある程度できたんですけど、やっぱり今日の相手に大切だったのは好きに打たせないこと。この点に関しては、少し反省点が残る試合内容になったかなと思います。その辺で、この3年間、ずっとディフェンスから、結局総合的に全体的に、ボクシング見直してきたと思うんですけども、どれくらい出せたような感触ですか。半分ぐらいでも出したと思います。じゃあまだまだこんなもんじゃないと。もちろんこんなもんじゃ誰も納得しないと思います。この試合に向けて新しい武器としてカウンターというのを挙げられていて、ご覧どうでしたか。右 のアッパーだったりいいカウンターもあったかと思うのですが、手応えを教えていただけますか。そうですね、アッパーだったり右ストレートだったり、いいカウンターなどが挙げることはできたんですけど、やっぱりもう少し自分自身のバランス押し込まれて崩れたりとか、そういうことがなければ、もっともっとカウンター打つチャンスはあったと思うので、もっとあったとも思います。現状の完成度といいますか、どれぐらいですか。今日の試合を経て感触は。今日やって思ったのは、まだまだなんだなって、自分の中で反省点というのが課題もたくさん見えてっていう感じがしてます。課題が見えるということは逆に伸びしろ、まだまだ磨いていけるという感触。そうですね、もうそれはもうずっと思ってますし、今伸び始めたところなんでっていう印象です。中盤かなりアッパーなど効果的に当たっていたと思うんですけれども、その相手のタフさという点についてはどういうふうに感じましたか。は、やっぱり思っていた通りというか、思っていた以上に、打たれ強かったですね。なのでコツコツちょっと一発でっていうよりは、何度もパンチを重ねて、ダメージを与えること、そして、ダメージを与えること、そして相手に打たせないことでメンタルも削りたかったんですけど、今言った後半の方の、削り方がなかなかうまくできなかったのが課題かなと思います。先ほど今日内容としては半分ぐらいというお話されてましたけども、こう見た感じでは本当にそのなんていうか、結構その防御のところが本当にこう有効に今日効いたのかなと思ったんですけど、具体的にどんなところが今日の試合で足りないなっていうふうに感じられたのか教えていただけますか。やっぱりさっきみたいに相手に隙を出せないこと、接近戦でも相手のバランスを崩すことだったり、もちろん自分が崩れないことだったり、打つ前に打つ一個手前でパンチを出して相手の出鼻をくじくだったり、いろんな相手の攻撃の止め方は足を使うだけじゃなくてたくさんあったと思います。その点ですかね。あともう一点、結構途中から相手がずっとクリンチでこう休んだりっていうか、こう自分のなんか好きに打たせないねっていう戦い方で変更してきたと思うんですけど、そうなってきた時にこうどんな風なこう戦いをしようというか考えていたんですか。はやっぱりボディを、何度も何度もコツコツ当てて削っていこうっていう、焦ってっていうよりはしっかりブロックしながら、ダメージを積み重ねていこうって思ってました。試合の入り 1-2 ぐらいで相手大振りのところをうまく立ち位置ずらしてポジションを変えてこう、リズムを掴んだと思いますが、あのあたり の入り方のディフェンスであったりはチャンピオン自身、どんなふうに評価されていますか。1ラウンドやったところでも相手のパンチは見えてましたし、把握できてました。あとリング上でもありましたけども、この3年2ヶ月という時間、この試合を終えられて3年2ヶ月前より、何か充実している部分であったり成長を感じる部分っていうのは今どのあたりになるでしょうか。本当に落ち着いてたってことですかね。もう試合前も入場もリング上でもなんかこう緊張したりとか高まったりというのがこう普段通りリング上にいました。その感覚が今回はとても強かったです。どういうふうに勝ちを得るかというか試合を終わらせるかという部分で変化はありましたか。
そうですね、まあ、やっぱり落ち着いているのでいろんな選択肢が自分の中で見えていたということ、まあ、途中ボディが効いていたのでボディを狙いながら、それでもなかなか倒れない相手に対して今度は細かく上を打ってからボディに行くこと、次はうまくガードされてきたら今度は逆に打たれづらいけども、細かいパンチを何度か顔面に集めて顔面でのダメージを今度重ねていくこと、そこから、もう同じペースで慣れてきてしまったので今度は足を使いながら変化をつけようとしたことっていう、結果として動きに出ていたかどうかは中途半端になってしまったかもしれないけど、それでも自分の中で頭の中の選択肢というのがたくさん出たのが成長だったと思います。あと、さっき半分出せたという部分何回か質問ありましたけど、半分出せた部分というのは、どういう部分だったんでしょうか。まあ、序盤やっぱり相手のパンチを見切ることだったりディフェンスによって、試合を組み立てたことだったり、まあ、見切ることそういったものがディフェンス面のそこで試合を作るってことが、今回成長した一番大きな点だったと思います。ありがとうございます。まあ、リング上でも井岡選手に対する思いみたいなところをおっしゃってたと思うんですけれども、こうベルトをこうもう一本持った状態で戦いたいということについて改めて思いをお聞かせください。まあ、IBF のフェルナンド・マルチネス強い選手なのでこの選手を倒して自分の強さをしっかりと証明すること、その上で1本じゃなくて2本をかけて戦うこと、まあ、それぐらい、のことをやってそれぐらいのものをかけて初めて戦いたい、リベンジさせてくれっていうことを言いたいっていう気持ちです。まあ、それが僕の気持ちです。やはりここ自身の中でこう今の自分ではまだリベンジには望めないという感覚があるってことでしょうか。ちょっと違うかもしれないですけど、もちろん勝つ自信があってリベンジしたいと言ってるし、でも気持ちですね。リスペクトの気持ち、そっちかなと思います。ありがとうございます。